今日はね、はるばる群馬から来ました、よろしくお願いします。では行きます。生きることってどういうこと、大きく息をしてため息がつけること、生きることってどういうこと、つないだ手と手の距離を感じること、着いた時はまだ雨が降ってて、いや晴れて本当に良かったですね。今日ですね、先ほど司会しました金一町から今日のイベントがあるんで来てくれないかって言われて、でね、今日話したんですけど、小林さん僕のお母さんと同い年ですよってね。あとはね、お父さんとね、年取ったもんだよ。では青空、we'll be right back.
群馬の大泉町っていうところから来たんですが、ご存知でしょうか。なんとなく、太田市はご存知ですか。知らない。知ってます。知ってます。群馬県でも、ね、ちょうどこういう先っちょの方なんで、ちょっと行くともう栃木県の足利市、うん、でちょっと行くと茨城の古河、で川を越えていくともう埼玉県の熊谷っていうことで、あの人口の 16% ぐらいが外国人の町 でよくね、ワールドカップの時にあのリトルブラジルじゃないですけども、そういうので結構ねマスコミに出て、であの町のあらゆるところにそのポルトガル語で書かれたのスーパーとか、あのタトゥーを入れるお店とか、あといろんなねそういう外国人のお店がいっぱいあって、もちろんレストランとかもあるんですけど、そんなところが何人ぐらいしてるんですか。僕はあのだいたい週末ミュージシャンで、あのだいたい土日はこういう音楽祭とかコンテストとかそういうのに出てます。で先月ですね、埼玉で行われた登竜門セブンスっていうコンテストがありまして、1時通って2時に行ってきました。その時の審査委員長があの五代醐の竹川景品さんが審査委員長で、あのなんとちゃんとあの決勝の8組に残りまして、来週はあの決勝大会に行ってくると思いました。決勝は2時まではプロが審査員だったんですけど、決勝はあの来てくれたお客さんがボール持ってて、それで投票するっていうやつなので、やっぱりあの、ね、地元の若者にはかなわないかなっていう感じで、あの普通コンテストっていうと大体最初にエントリーした曲でずっとそのまま行くんだけども、そのコンテストってもう次はどうでもいいよっていう感じで、曲目も変わってもいいし編成も変わってもいいっていうんでね、若者が多いっていうことで、あの曲目を変えてあのバンドで行くことにしました。で次歌う歌はその最初にエントリーした「桜」っていうちょっと季節外れの歌なんですけども、次は「桜」という歌。この歌の主人公はあのおばあちゃんです、まあ、おばあちゃんが若い頃背景には戦争があって、大好きな人は戦争に行っちゃうんですけども、もし無事に生きて帰ってきたら桜の木の下で会おうよ、そういう歌です。Touch
まあ、4人ですね。4人ですか、はい、4人とも仲間かな、見てる出入りしてるんですよね。え、出入りしてますって言うんですよね。じゃあ次はですね、今桜の歌を歌ったんですけど、今日ねこっちへ着いた時にちょっとその辺撮った時にちょっと金木犀の匂いがしてもう同じ気かなと思ってね、昔あの、まあ、金木犀ってあの漂うので、昔あのトイレの近くによく植えていたんですね。で、あの三木って言って昔はあのもちもっぽく木製って、そういう昔はあの庭に植えてて、必ずだから昔の一年の人たちだってね、金木犀の木が植えてあって、この時期になるといい香りがするんですけども、僕はその金木犀の匂いを嗅くとちょっとある友達を思い出して、僕はあの学生時代バレーボールをやってまして、一緒に戦った仲間が数年前に孤独死しました。その友達が眠っているお墓の境内で、ものすごい大きなその木製の木があって、ね、そこで何か歌ができないかなと思って、そこで、金木犀が。Yeah.
歌を作ってるんですけども、まあ、声の歌とかその場所の歌とか、で次歌う歌はですね、僕の家に身の回りは何かしないけど蚊が非常に多くて、真冬に一匹の蚊が出てきて、その一匹の蚊が気になっちゃってずっと眠れなくて、その一匹の蚊をこうやってやっつけたんです。その一匹の蚊のために歌ができないかなと思って私たちが初めに働いて納めてる税金を吸い上げる、その政治を商売にしている政治家とか、天下り役人がですね、夜中に出てきて俺の血を吸う蚊と同じじゃないかということで、作ったミッドナイトモスキートってあるんですが、途中でチュ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 って血を吸うところがあるんですが、これお客さん参加型の歌なんで、ぜひですね、協力お願いします。では行きます。そしたらみんななんか仕事が忙しいとか言ったんですけども、キャパ1000のホールだよって言ったら急に手のひら変えたようにあ、じゃあね、最後ちょっとノリのいい曲で、終わりにしようと思いますので、変わらない時期、もちもち生きな
ございました。小林久美さんでした。ここで一回休憩挟みます。